風の間に十点に追われてあてもなく雪の品のさすらいの流れ流れてととり梅雨の命神の終わり今じゃ三河で忍び傘旅根の岩に見る夢は遠い故郷のことばかり三代の松原清水の港富士の山が懐かしいや。お前さんの昔話って面白いね。そうか。ねえ。お前さんなんだってね、今親分だ貸元だって大きな面はしてるけど、何の面だよな。モーターなんだってね、相撲取りだってね、八尾ヶ岳総七ってね、弱かったってね。とりあえず本当に今からちょうど6年前にお前さんの清水港で3日間興行があったろ。雨に降られて忍べが重なって12日宿に泊まったってね。随分泊まっちゃったね。でいたずらが過ぎて100均ができて清水を立つことはできねえんで、あの次郎町のうち行ったらちょうど次郎町が留守で、今この仏になった姉子のお嬢さんから20両もらったてえの。本当かい？本当だよ。え？本当だよ。本当だよじゃねえ。その20両でお前さん100均払いをして清水を立って令状一歩やんなかったってね。え？10両から首が飛ぶ世の中になぜお前さん20両もらって令状やんねえんだ。わしは縁の下で聞いていて、ああ親分は薄情だ、なぜ令状をやんなかったんだろう。一時はお前さん恨んでみたがね、よく考えてみたら令状なんかやんねえのは当たり前だ。そうか、お前さん字が書けねえ、何ぞくねえろかやって、おやろそれからあの一年回りたちましてさ、藤枝長楽寺清兵衛のうちで立派な花貝があったろ。立派な貸元が集まって大きないたらが始まった。そこお前さん行ってよしゃいいのに人から預かった200両好きな道だ手を出したペロッと捉えて青くなったってね。200両捉えて青くなったってね。おいおい、何を置いてるやろ。どんどん粗末になってきよ。待ったよ。その時の間隣に座っていた次郎長に散々意見されたってね。もう商売にしてる俺たちでも博打を打って勝つというのは10日に一遍あるかなし、天下のお相撲さんが博打を打って勝つというのはてっぺんから誤り、もう相撲をやめたら堅気になんなさい、博打は打ちなさんな、お前さんが取られた200両は返してやる、わしはうんと興味を持ってんだ、心配しねえで飛んだ、物は言うべし酒は買うべし、意見料100両300両をやるから持って帰んな、博打を打ちなさんな、へえありがとう存じますって300両もらったってね。お前さん本当かい？本当だい。え？本当だよ。本当だよね。ねえこの白ばっかり野郎、そんなに世話になってやって、去年の暮れにね勝五郎が来た時お前のなんてやった、わっしゃあん時隣の部屋にいて知ってるよ聞いたんだから、次郎長の恩知らず、人手なし、次郎長の面見たら御用止めしとって牢内につないで苦しめてやるんだっつったね。ようあんなことは言えたね。お前さん
お前さんしまいには口がね、潮吹くみたいにぐーっと回っちゃう。ね、お前さん、あの時勝五郎を一人だと思ったからあんな思い切ったことが言えた。あの時いたんだよ、表にすごいのが。誰が？石松が。え、一人いたのさ。勝五郎が話をしたら石松が怒った。火の玉になって飛び込んでお前さん切っちまおうと思ったね。あの時勝五郎が止めたからよかった。あれ勝五郎を止めなかったら今頃お前さんの首はね、ポーンと富沢町三丁目十四番地越しちゃってるよ。ね、だけどお前さん今ついてんのほんの間に合わせだよ。近々になくなるよその首は。面白い。うん、面白いんだよ。なんで俺の首はなくなんだよ。姉子が死んで四十九日のタイヤが済んで千個の煙が絶えると同時に石松は来るよ。どこへ？ここへ。何しに？何しに行ったって遊びに来るかい、こんなとこへ。お前さん殺しに行くんだよ。殺しに。殺しに。その殺し方がすごい。わしは今まで随分人殺しを見た。あんなのは初めて。あら痛いよ。おとかしやろ、この野郎。いや、どうするっつった。お前さんみてえなものをね、刀で切ると新刀鍛冶池田金丸は汚る。だから刀じゃ切らない。飛び込んでお前さんの腕逆に取って肩に担いで一本上位で投げる。お前さんくるくるくるっと回ってバーンと青抜きにひっくり返る。小勝負つからお前さん痛いからあっと口を開く。いや開くよお前さんバカな。その開いた口の中石松は飛び込んでその口の中にかかとを押し込んで踏み殺しちゃうんだって。いやもうあいつのかかと大きいよ。お前さんの口が大きいからちょうどいい。何を言うんだい。そこにね次郎長が入ってきた。いい監督だな。落ち着いてんね。お前さんみたいにせかせかしてない。皆さん遠いところありがとうという挨拶はゆっくりいたします。今大きな声で怒鳴るから気にしねえでおくんなさい。前置きをしておいて、やい石松、てれえは田川さん下役子集まっている下は立派な貸元競馬の田川がりゃ不の餌食って音を知らねえ野郎だ。下がったらって言ったらね、どうです、親分、お前さんがね、顔見ても身震いが出る、あの強い乱暴な石松が、次郎長の鶴の一声、へいってって下がってしまった。ああ、次郎長は、どうしてあんなに古文に押しが効くんだろう。あれ、普段小遣いやったんですね、あれは。本当大きなことしたんで。それからね、その次郎長がね、またそこでいろんな話をして、お前さんほらしばらく前に一宮多左衛門と喧嘩したね。うん、あの時お前さん何か次郎長のところに手紙やったかい。やったよ。一宮多左衛門と間違いをするかないそうもねえから清水の兄弟分、この手紙がつき次第身内を連れてすぐに来てくれって書いたかい。書いたよ。お前さん何か次郎長の兄弟分って書いたかい。書いたよ。バカだなお前さんは。本当にそんなに世話になった人何が兄弟分だい。上長はさ腹ん中で笑ってね、その手紙破いて申しちゃったよ。え、またやったろ、三本やったろ手紙。ちゃんと知ってんだよ。しなんか本当。それで今度は四本目をやらないでお前さん言ったってね、お前さん上長のうちの前で怒鳴ったって言うじゃねえ。清水、てめえぐらい白状のやつはね、あんなに手紙をよこしたのにてめえは来ねえから多左衛門と喧嘩して負けちゃった。決まりが悪くって終わりにいらんねえ。てめえのうちに世話になる。てめえと俺た兄弟分世話になってもいいだろうってまた言ったってね。言ったよ。偉いな。今東海道で次郎長を脅かしたなんてお前さんより他にないよ。そうか。偉いなお前さん。だけどね、あん時次郎長がお前さん引っ張ったこうと思った。だけどバカが殴ったってしょうがない。
ね、まして喧嘩に負けた奴を殴りゃ首くくりの足を引っ張ってるようなもんだと、ね、どうだい首くくり、なにやんで、それからまあ次郎町のうち5日もいいか世話になってるうちに市松にやられちゃったんだってね。え、ほんで次郎町の前に座って、俺はもうこんなとこにね、これから上州大良郡立林江戸屋虎五郎のうちに世話になる、小遣いがねえから百両くれ、おめえと俺た兄弟分百両ぐらいくれてもいいだろってまで言ったろ。ああ次郎町が怒って、前にあった湯飲みでお前さんの頭をパクッと殴ったら、たーっと頭が割れてでーっと血が流れたってえが、ああ大きな傷の跡がある、これかい、バカそんでもねろ、これでどうすか、やりゃあったらってお前さん立ち上がろうとしたら、次郎長がパーンと胸へついた、お前さんドカッと尻もっついたってね、何のために相撲取ってやったんで、弱いなお前さんは、まだ立ち上がろうとしたやつ大勢の子分にむちゃくちゃに殴られたってね、むちゃくちゃに、だけどお前さんいいとこあんね、鼓や太鼓は殴って根が出るかい、俺の体は殴っちゃ根が出ねえ、一言言いてえと根が出たら大口開いて笑っつくれいっつったってね、でよなってね、俺は驚いた、やっぱり親分はいいとこあんな、あんなに殴られてあんなに怪我して痛いかいの音上げねえ、あ親分は偉いなと、その喜びはつかの間だいっしょ、お前さん水見て泣いたっていいじゃねえか、え水は勘弁してくれ、殴られんのは痛かねえ、切られんのも辛かねえが、水で死ぬのは苦しいそうだ、俺は泳ぎをちっても知らねえから水は勘弁してくれって泣いたっていいじゃん、お前さんまるっきり泳ぎダメかい、鉄の棒かい、ああ不便だな、少し習ったわいな、ね風呂行くんでもね、朝早くか夜遅く行くん、風呂が空いてるから、そこでジャブジャブジャブってやってる、だんだんうまくなってくるね、そこでお前さんなんだって次郎町に10両という公約代をもらって、そうして清水を出たってね、次郎町がその話をしたよ、すごく、ええただ伊勢の大畑の武蔵屋修太郎ね、うん、あの野郎がね、嫌な野郎だよ、ちゃんおでっかいでね、大きな声で、皆さん褒めたの九六は悪いやつ、この中に九六と付き合いのある人は今日から俺は物言わねえ、こう言った、うん、こうすると大勢の中から五六人が、待て武蔵屋、俺と九六は兄弟分だ、こう言った、そうかダメだ喜んだって、お前さんの話はもう指名が悪くってしょうがねえ、まったく兄弟分にはちげえがねえが、そんな悪い野郎とは知らなかった、今日から野郎と付き合わねえ、途中で会ったら喧嘩をする、九分六の子分と見ても切っちまえってやん、お前さんの子分になってると命が危ねえ、どう長らくお世話になりました、へいさよならって野郎帰っちまいやがった、おしゃべり熊が愛想をつかし、あとはのとなれ山となれ、出て行く後を見送九六、元より心のねじけたやつ、胸の怒りは収まらず、こういうことになったのも、あの深見村長兵が次郎長夫婦を助けたため、お尋ね者をかくまった、お上を侮る憎いやつ、きっと晴らすぞこの恨み、覚えていよいよと思わず漏らす独り言、身から出たサビと言いながら、みんな己が撒いたため、それを悟らず気がつかず、見当違いの
逆恨み。支度をなして九六が我が家を後にただ一人参りました亀崎の大官屋敷となりますと大官様に九六がお目にかかってお願いの儀があります。お取り次ぎ願います。あ、しばらく待っている。奥に大官様に申し上げると自分の女房の兄貴ですから義理の兄貴にあたります。おう九六か、どうせ。あ、大官様いつもご機嫌よろしい。おう九六、しばらく見えなかったな。今日は何か用か。今日は折り入ってお願いがございまして。何だ。あたり、あたりは何もいない。からかみをあげておく。からかみをみんなあげてしまいます。何事だ。いえ、実はしばらく前に秋葉さんの亀新たかな名著を荒地で怪我したあの教場持ちの清水湊の次郎長がこの終わりに来ております。そうか。私はあなたの前でこういうことは恐れる話ですか。やはり博打打ち、博打打ちが博打打ちを召し取るのは嫌だと思うから、終わりにいられては具合が悪いからどっか行け、使いをやりました。九六大官の遺言を着て生意気な野郎だって言って子分が五六人を私の留守中へ暴れ込んで障子からかみをみんな破いていってしまいました。そうか。憎いやろ。次郎長を召し取ろうと思います。召し取り状をお願いいたします。おお、憎い野郎だ。よし、拙者も手を貸してやるぞ。すぐに召し取れ。はい、ありがとうございます。悪い野郎があったんですな。これから次郎長を召し取りの支度にかかりました。何にも知らない深見村長兵衛用出しに行ってました。そして自分の家に帰ってくる。次郎長は奥の人まで回送人の名前の書いたものを調べている。裏では石松が深見村長兵衛の子供長三郎という六つになる子を相手に庭で遊んでおります。おぬい、今帰った。あ、お帰り。清水の客人は奥におります。うん。お、清水の人。お、お前の前どうもいつも面倒。いやいや、その挨拶は後でしましょう。実は少し相談があって。何です。今私がね、用足しをして帰ってきた。うちに入ろうとしてひょっと見ると八百屋、魚屋、酒屋の御用聞き、くず屋、こういう格好をしたやつが七八人うちの近所をぐるぐる回って、変だなと思ってみた。目つきが違う。あれは九六の子分だったらわしが顔知ってる。大官の手下、お前さんか俺を召し取りにかかって、お前さんがいなけりゃ私が何とも言ってごまかしな。お前さんにいられると実に具合が悪い。すまねえが卑怯なようだが、お前さんと石松さん、私の子供長三郎を連れて三人でどっか姿を隠してください。そうして15日、20日ぐらい経ってからここにいると知らせてくれたらば私が迎えに行きます。さあ、清水の人。
すぐに裏からこっそり、いや、お城を逃げてお前さんに、そう言われるとこ行ってこっちは困る。お前さんにいられると困る。わしのお願い、早く逃げてくれ。そうすか。散々世話になった上、あんたにまた苦労をかけた。次郎長は本当に申し訳ない。お言葉に従って、それでは逃がしてもらう。次郎長と石松と長三郎という子供と三人が姿を変えて裏からこっそりと逃げしまう。おっ、おぬい。はい。腹に固定があるか。あります。ガラリッと格子が開いた。ごめんよ。いらっしゃいまし。どちらから。大願師匠から参った。何のご用。貴様のうちに清水港の次郎長がいるな。次郎長はうちにおりますが、ただいまうちにはおりません。どこ行った。一宮に用があってまいります。いつ頃帰る。当人の言うのには、一時半ぐらいで帰ると言っておりました。そう。でその時分に来る。逃がすなよ。あれは教場待ち。逃がすと貴様も同罪だ。分かったな。分かりました。そのまま行ってしまいました。長兵衛の考えでは、一時半といえば今の三時間。三時間も経ってらもう次郎長は大概どっかへ逃げてるから大丈夫だとこう思いました。で一時半ぐらい経ったらまた来ました。ごめん、次郎長帰ったか。まだ帰りません。長兵衛。え、貴様次郎長を逃がしたんじゃなかろうな。私は逃がしませんが、逃げたんじゃないかと思います。何、それどういうわけだ。今朝私にこういうことを言っておりました。これは教場持ち、いつまでお前さんのうちにいて、大願生のお耳へ入ったらお前さんまでまた苦労をかけるから、近いようにどっか行くんだとこう言ってましたから、ことによったらこのまんまどっか行ってしまったんじゃないかと思います。黙れ。逃がしたな。それ召し取れ。バラッとで飛び込んできまして、長兵衛夫婦が縄にかかって大観賞を引き立てられてしまった。こちらは次郎長石松と子供三人が山から山へと寂しいところに抜けて、やっと三河へ入ってまいりました。その頃流行る子守唄、三河名物ご存じないか。うちは大根に味噌の味、おっとまだ長脇だし、親分衆のいところ、中に寺津の間之助さんは、肩に弱いが薬座に強い、人に来いよと頼まれりゃ、決して嫌とは言いませんの。三州一の男だて。寺津間之助のうち次郎長が世話になっていると、深見村長兵衛が代官屋敷で水攻めになって死んだということを聞いた。男だてしか立ちゆか、天竜の流れで育つい男、
ご存じ森の石松を不便ながらも務めます。夜とはいえど月明かり、城を欺くばかりこのいいお天気に、見ればあたあた十人揃ってびっちょり濡れているが、それは一体どうしたんでしょうね。嫌なこと聞いてやら、このぐっちょり濡れてんのは閻魔堂の前で石松を切った医師が用水堀を飛び越えて逃げた、その後から俺っち十人が追っかけた、用水堀を飛び越えようとしたこっちは大勢、体と体がぶつかり合って堀の中へ落っこったんで、それでびっちょり濡れてんのよ。あら、イーサンを切るために十人が堀り落ちたんですか。そうだよ。イーサンは何人でした。嫌な女だねこの女。石松は一人じゃねえか。一人のイーサンを切るために十人が堀り落ちたんですか。つまりそうだよ。あら、まあお強いこと。ひっちゃん聞いたかい。一人を切るために十人が堀り落ちたんだって。こんな強い人に構うんじゃないよ。また堀り落っこっちゃうといけないから。私もさ、こんな強い人と知ったらば、あんな単価は切るんじゃなかったっけ。まあかにしておくんなさい。なんとお強いんでしょう。まあ怖い。顔見んのも怖いよ。早く帰ってちょうだいよ。あれ。嫌なんだな、この女。覚えてろ、畜生。そのまんま十人が出ていく。笑いながら七五郎。ざまあ見ろい。ガタン、ガチンと上路したとき。女房の民が大きな声、表のやつに聞こえるよ。ねえ、しつらいよ、七五郎さん。あの様子では一切が、よほど嫌われているらしい。あの石松も情けない、どうせ隠れてくれるなら私の家へ来ればよい。私ら夫婦が命を捨てても、あの人だけは囲まうもの。ああ石松は水臭い、今頃はどこにいるでしょうと言われた時にゃ、さすがの七五郎、二度びっくり。えらい女があるもんだ。俺が何にも頼まんのに、表のやつに聞かせをやってや。こうなると亭主の値打ちがだんだんなくなってきや。お民、はいよ。おめえすまねえが、便所の窓からちょいっと庭見てこい。はいよ。立ち上がって女房が裏口から飛び出した。しばらく立てば戻ってくる。七
行ってきたよ。何してやんで。何してやんでって、うちの周りを一回り回ってきたんだよ。立って回っちゃ分かるといけないから、はって一回り回ってきた。こら、手も膝も泥だらけ。はうってものはつらいもんだ。ああ犬を察しるよ。何を言うんで。誰もいなかったが。いたよ。いた。ああ、庭のところに二人、戸に耳をつけて中の様子を聞いていた。あたいが便所の窓から見てんの知らねえで、二人が顔見交わしてにっこり笑って今日で、お民がああいうからには石松がいねえと決まった。いねえところをぐずぐず探していて、野郎清水に逃がしちゃ大変だ、さあ脇を探そうって、しっちゃん一枚あったよ。バカな野郎だね。バカの番付ができるとあいつ大関になるよ。そうかもしれない。ガラリッと雨戸を開けて、しっちゃんごらん、月の明かりでよく見える。道ならわずか一丁半、向こうに見える十本の長脇だし、今のやつらさ、うちの周りにはもう誰もいないよ。あ、そうか、表見とろ。ガラリッと押し入れの戸を上げて、だ石出ろよ。あ、だだれた。熱いのと蚊に食われてかいのと切られた傷が痛むのと三つ合併しあって、まあ驚いた。七夜にありがとう。おめえにああは言われたけど、チャリーンと剣の音がしたら俺は飛び出そうと思っていた。いい安兵衛に引き上げた。ありがとう。ありがとうという礼は俺は腹から言ってんじゃねえぞ。あれ、嫌な礼やんな。そうが、当たり前じゃねえか。おめえと俺とは生まれる時は別だったが、死ぬ時は一緒にしようと血酒飲んだ兄弟分、おめえが切られて俺の家に来りゃ俺は命を捨ててもかくまうという、俺の腹に固定があるから俺が世話になるのは当たり前でいい。当たり前じゃねえって言うしね、当たり前だよ、いいんだよ。いや、おめえには当たり前なんだけどさ、お民さんあんたにゃありがて、女のくせに切った単価がすごいから、お民がああいうからには石松さんいねえんだとあいつら引き上げた。あん時お民さんの顔の色が少しでも変わっていたら俺の命はなかった。お民さん、あんたにだけは石松は腹から礼を言いました。何を言ってんだ石さん。さあ頭上げておくれ。い、おや石さん、なんだお前、きれいに巻いてあるね。押し入れ入る時には傷だらけだった。お前その切れどっから持ってきたい。え、これが押し入れの中かけましたら一人もんが一枚出てきやったから、こいつはいいと思ってビリビリ破いて巻いちゃった。はい、いきますな。いい気持ちじゃないよ。他にあったろ。それは昨日こさえたばっかりでまだ手が通ってないんだよ。あれ、こいつは新しいのか。そうだよ、道理で破くのに骨が折れて。骨折って破くことはないやね。まあいいや、お民黙ったらいい。石、てめえ少年据えて返答しろよ。ん、なんだ。成り行きはどうするつもりだ。七夜に、世話になったら浜松へ行く。え、浜松はいいとこだ。立派な医者がある。そこに頼んで体を治してもらって元のようになってから宮古田村に切り込んでこの仇討ちをするつもりよ。ん、よし、俺の考えと同じだったな。
俺の家にかごまって傷養生してやってが、またあいつら来るとうるせえ。浜松行きゃ大丈夫。まして、あそこの梶本黒龍や亀吉ちゃんは、俺がいたって仲がいい。さ、俺は一緒に行こう。ふーっとしてやに。おめえ残ってつこは一人で行くで。冗談言うで。五条もいい加減にしろ。そんなに聞かれて、口だって満足に聞けねえてめえ、浜松まではかなりある。てめえ一人じゃ歩けねえ。俺は行こう。一人で行く。一緒に行く。たって断らい。なぜならば、後のようにこの話が出て、森の石松ってやつは、都鳥か越え、てめえの命は欲しいから、七五郎に送ってってもらったといや、清水一家の名前が汚れら、俺は一人で行くで、やっとお民さん黙ってつくんねえ。もう傷なんざ言いたがねえ。ほら、この通り、ね。ほら、大丈夫だろ。ほら、よっ、だっけしょ。立ち上がって歩もうとした、傷の痛さ、しょろりっとよろげた、しまったと思ったが、立ち止まることができねえ。ばったり倒れた。ほれ、見ろよ。いいさ、しっかりよしよ。何、大丈夫だよ。膝痛んで転んだんじゃねえ。七夜におめえ気をつけろよ。うん。何をったっておめえこんなとこ湯飲みを置いとくから、俺は湯飲みやってほどけつまずいたぞ。湯飲み？うん。何言ってやんで湯飲みなんかんなとこにあらしねえ。湯飲みは火鉢の上に乗ってらえ。え？あら、あんなとこにありゃ。意地の悪いもんだな。七夜に、え？はずみってもな恐ろしいもんだな。何が？俺はここにあった湯飲み、ポンとけつまずいたら、火鉢の上に乗っちまえ。何言ってやんで、一切や、大丈夫だよ。また立ち上がる石松はお世話になったよ二方遠藤命があるなればまたもお世話になりますよ夫婦仲良く暮らしてよと言葉を残して表出る石をしっかりしてくれよ一さんしっかりしてちょうだい見送る人は二割の見返る人は石松一人ありがたい夫婦の人それに引き換えにくいやつは都どり騙し討ちにとなったかなと思いますりゃさすが丈夫な石松も悔し涙がポロリと落ちるここで涙をこぼしたら夫婦の人に笑われるとおつる涙をまぶたで止める泣かんとしたが世の中に投げとも言われて山本を研ぎす闇夜にゆっかり泣くえも狭い泣くなと言われなおせきあげて泣く川千鳥涙一つママ
よろめく足を踏みながら、一足出ては、あと振り返る。また一足跡を見る。まだ二人が伸び上がって見ている。二人が見ているとこでひょろっとでもよろげりゃ、それ出したってってまた来るから、見ているとこじゃ痛くねえような格好で歩いて、二丁ばかり来て、ふっと右に回ります。後ろを向いた二割の姿が見えなくなれば、ばったり倒れる森の石松。おいて。おいて。いて。痛がねえと言ったけど、生身の体こんなに切られて痛くなくってたまるものかい。浜松まではかなりある。とても一人じゃ歩けねえ。よかったな。お？うん。こりゃいい。キュリッと脇差しの鞘払って、えいっ！バタッ。チャリーン。鞘に収まります。立ち木の枝は切り落とした。それを杖にしてしょろ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 。今切られた閻魔堂の前、これが石松どこを叩いても真からそっから強いとこ。そんなにひどい目にあったとこ、行けと頼まれたって行けるもんじゃないんです。それを平気でやってきました。閻魔堂にどっかり腰を下ろして、用水堀を見てにっこり昼間釣りに来ていて様子を知ってた。この辺なら飛べると思って縮めた足をわーんと伸ばした。弾みたいながらよく飛んだもんだな。あそこまで後のやつはみんな堀をこちやがって、おたみさんに仕上がされやがって、あいておいておいて脇腹痛くてたまらない。よったな。バタ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 。ボッ。やろう気あったな。どうなるものかい。ずっと閻魔堂の後ろに回って体を隠していたとは知らない今の十人ぞろりと集まった。おやぶ言わねえか。どっちはいねえ。そっちいねえ。言わねえ。おかしいな。逃げたかな。逃げ足の早野郎だ。なんで清水一家の森の石松は強い強いって言った。逃げちゃえ。強かねえ。卑怯な野郎だね、石松って。本当だい。逃げるなんて卑怯だ。え、石松は卑怯だ。チェッ。百両の金が消せねえで、三人の旅人出しに使って、俺を騙し討ちにしやがって。てめっちゃ卑怯じゃねえと思ってやんだな。やらー、虫のいい野郎だ。よし。ここで切られて死ぬようじゃ、持って生まれた俺の寿命。七五郎夫婦にはすまねえが、もう一遍出てやろう。また出てきやがった。勝つことを知って、負けることを知って、進むことを知って、退くことを知らなきゃ男になりません。うん、石松のは侍でいうと犬しぶし。勝つことを知って、負けることを知らない。進むことを知って、退くことを知らない。でこう強すぎると自分は男になれず、人の重宝になるばっかりで早く死んでしまいます。
杖放り出して脇出しの繰り方に行ってずっと出るよ。やい、あ、一松やかましい。寝ろ。森の一松は卑怯だってやったな。こしたら逃げたんじゃねえや。てめっちゃここに来るだろとさっきから待ってたんだ。清水一家の森の石松はこれだけ強いというところを見せてやる。ギラリッと抜いた長脇差し、ペアル抜いたぞ。って石松の強いのを知ってたんですから、パッと逃げた。野郎逃げるなって言って追いかけた。大きな石やっとつまずいてもんどり打って倒れた。しまった。起き上がろうとした。傷の痛さ、起き上がることができず、まんまんしているところへ、やちめ、やちめ、やちめ、ずらーっと取って返した十人が、石松をズタズタに切った。四十三たち切られて、逃げ傷一つもなし、向かい傷ばっかり。森の石松は哀れな男だ。そのまんま、引き上げてしまいました。12、明日の朝誰か閻魔堂の前で殺されているってことを聞いた。ひどくやられている。やだな、博打打ちはな、あんな死に方するから。話をしながら七五郎のうちの前を五六人が通った。七さん、聞いたか。うん、行ってみよう。七五郎を駆けつけてきてみるといいします。俺が一緒に行きゃこんなことはなかった。強いばかりが男じゃなかった。なぜ俺の言うことを聞かなかった。俺が清水の貸元に会って、七五郎、なぜ一緒に行ってくれなかったと言われたら、俺が何と言ってお詫びができる。けれどてめえを殺したやつは都鳥一家と知っているな。天にも地にも俺一人、てめえが死んで四十九日のタイヤが済んで千個の煙の耐えると同時に、てめえの仇は俺が撃つぞ。これが文久二年の六月十七日の夜でありました。それから八九二日置いて二十日の死ぬ頃、炎天燃えるような暑さ、天竜川端に本座村為五郎という繁華淵がおりました。昔は親分のある人を博打打ちと言いますが、一本立ちは博打打ちと言いません、繁華淵という。本座村為五郎、かなり評判のいい男。あんまり暑いから縁側に一年足出してどっかりあぐらかいて渋うちわで風を入れているところに、ぞろりと表へ立った七人の長脇差し、ためしばらくだったな。おや、珍しいね、宮古鳥の貸元、三兄弟おそろいで、古文の中で四天王伊賀蔵万作十太郎とまっつぁんもご一緒で、七人そろってお厚いところよくおいでになりましたな。先生、こっち、ちょっとお叱りなすってくれよ。だっかいしょと。溝を汲んでまいりました。古い手ぬぐいだ、二本ある。一本は貸元、一本は兄連中、代わりがに使ってくんねえ。お茶と麦湯と両方あるが、どっちをあげましょう。え、あ、麦湯。あ、そうですか。へい、ご案内。ありがとう。出された麦湯、七人揃って飲んでいるのを、上目を使って見ていたため五郎が、カニオト、なんだ。暑いさながを七人揃ってどこまで行ったか当ててみようか。当たるか。終わり街道まで行ったんでしょう。ん？お手の筋と言いて、
人相まで見てやろう。じっとしてね。昨日おととい18日の朝だったが、それとも17日の晩だったか、遠州中野町在小松村閻魔堂の前でお前さん方この7人に3人混じって10人で清水一家の森の石松を殺したってね。え、こっちは10人向こうは1人とは言いながら、石松さんは強いから火元驚いたでしょうね。え、俺は次郎町に恩があるんだで、火元本座村為五郎と都鳥の器量比べ、ちょうど時間となりました。ちょっと一息願います。また公園つかまつ。の第三の物語、不便な阿賀原も勤めましょう。文久2年の3月の半ば、いずこも同じ春めいて、人の心もウキウキと、今日は次郎町の前へ行儀に座る石松が、親分、何かご用で。おお、すまねえな石、おめえちょいと頼みてえことがあるんだ。何でしょう。ちょいと使いに行ってきてくんねえか。へえ、行ってやりましょう。どこ行くんですね。さぬきのコンビラ様だい。さぬきのコンビラ様、行ってかいって、この清水からどのぐらいかかりやすね。まあ三月もあったら十分だろうな。へえ、三月ね。ちょいとも使いようにあるもんだよ。まあちょいと使いに行ってこいって、からあっしはまた隣くぎ抜きでも借りに行くんだと思ったら、まあ三月の旅だ、驚きやしたね。よくいいえ行ってまいります。ねえ、何の用があって行くんです。親の譲りぬ五時忠義、50両を金をつけて奉納してくる。30両をこれはおめえの小遣いだ。しかしな石、おめえという人間はシラフの時はおとなしいが、酒飲んだら虎狼、親子の見境のつかねえ男だ。行って帰って三月の間、酒というものは笹のつゆほども飲んでくれるな。これが次郎町の頼みだ。分かったか。へい、
よくわかりました。親の譲りの五時忠義、50両奉納費、30両私の小遣い、すっかりお返しいたします。どうしてどうしてって親分、あっしはねこの世はつまらねえからお断りで。なんでバカにおっさりしてやんね。どうしてどうしてって親分、あっしはね何が好きだって世の中に酒ぐらい好きなものはないんですよ。もう一日飲まねえと体の調子がおかしいんで、一日飲まねえで体の調子のおかしくなるやつが三月も飲まなきゃ死んじゃうよ本当に。親分だってそうじゃねえや。何もなんだよ酒飲んでブーブー言うやつを使いに出して陰で心配しているよりもね、団子を食って白子を食って安倍川を食ってニコニコ笑っている天下太平なくねえいくらも言う、まあ、そういうのを代わりにやったらどうですね。いやおめえの言うな理屈だがこの世をバカしはおめえに限ってる。なんだ変なのに限ってるね。どうしてあっしに限ってるんで、忘れもしねえ七年後俺がさぬきのゴンピラ様へ願をかけた代官竹垣三郎兵衛小桁の九六の二割りを切って無事でいられるようなことがありましたら親の譲りの五時忠義50両金をつけて奉納に参ります。もし万が一私が来られない時はと言って、ひょいっと後ろを見たらおめえが立ってたから、この石松をよこしますと。俺は七年前にゴンピラ様に約束してきた。つまらねえとこに立ってやがったね。まあ、七年前にダメだよ親分、あっしはつまらねえからお断りで。じゃあ俺がこれほど頼んでもダメか。へえよせ。へえ自慢じゃねえが次郎長には千人近く子分があるが、俺の言うことを嫌だというのはてめえぐらいのもんだ。出しておいてためにならねえ。命をもらった覚悟をしろ。いやありがてえな。何がありがてえんだい。親兄弟に見放されときたね。やに節をつけやがったじゃねえか。それがどうした。赤の他人のおまはんのてん子分になったなあね。あっしはお前さんに惚れて子分になったんだよ。その惚れたあんたに切られて日にゃ本望だ。仮に親分惚れた女のために花が落ちたと思いねえ。おめえこの野郎、俺に切られんのを肩っかきに例えやがったらもう勘弁ができないとギラリッと脱いだ長脇だし、刀抜いて脅かしたらさすがの石松も謝るだろうと思ったが、とんでもない石松なんてやつはどこを叩いても芯からそこから強すぎる。およ抜いたね、これ面白いよ、切ってもらおうか。じれって、ここで始末切るようなそんな小さな肝玉では街道一の親分と後年名前は残らない。石松を蹴るんだ石松を蹴るんだと大きな声で騒いだな。誰か止め手があるだろうと思ったが、あいにく誰も出てこない。話は変わって最前より隣の今でこの様子眺めていました。二割は清水港は鬼より怖い、大政小政の声がする。歌の文句に残りました、元は終わりの先手で槍組の小頭で槍を取ったら山本龍の使い手で、本名山本政五郎はあまり体が大きいので人
とあだなして、あれが清水の江大政とて、生まれついての利口者。その大政と小政が隣の座敷から覗いていた。おい小政、見ろよ、え、強女っぱりと強女っぱりが喧嘩してるよ。しかし始末ってやつは強いね、親分かなわねえよ。おい、止め手がねえんでまうまうしちゃってるよ。まああんまり困らしても気の毒だ、俺が止めてやろう。さらりと開けたからかみの中に飛び込んだ大政が、親分しばらくしばらく待ってやっておくんなさい。次郎長をなだめておいて石松の手を取って隣の居間に連れてくる。石、そこへ座れ。なんで。なんでじゃねえやな、おめえぐらい正直なやつはねえぞ。変な小言の言い方すんなよ。正直は人の宝ってじゃねえかよ。おめえの正直はな、上にバカがついてバカ正直言ってんだよ。お釈迦様が何と言った、本当のことを言ったために人がとんだ災難にあった。そういう時には嘘をつけ、嘘も方便、ところによると宝になるてんだ。親分が飲まないで行ってこいと言ったら、そこでお前が方便ってやつを使う。へい親分、飲まないで行ってまいりますと言って清水港を後にする。一里踏み出した旅の空だ。清水を一里離れたらおめえ一人で行くんだよ。誰も見てるわけじゃねえやな。好きな酒だから飲みながら讃岐のこんぴら様へ行ってこい。用が終わったらまた帰ってくる。もう一里で清水だなと思ったら、そこでぴったり酒をやめて、へい親分、飲まないで行ってまいりましたと言いや、親分には分からねえじゃねえかよ。あらまあ、うまく考えやがったなバカ野郎。目がバカじゃねえかよ。じゃあすまねえが、ちょいと謝ってくれるかい。ニコニコ笑ってきゃまずいやな。仮にも親分に口返答した、なんたら俺は罰当たりってんで、嘘にも涙の一つぐらいこぼさなきゃダメだ。泣きゃいいんだろ、んなことわけねえやな。とにかく頼もう。よし、俺について来い。石松を連れまして、再び次郎長の前へ。お待たせをいたしました。ただいま石松を隣の居間に呼びまして、こんこんと意見をいたしましたところ、親分もご承知の通り、口が悪いが根性のいい人間だ、あっしの意見が身に染みましたと見えまして、日頃お世話になってる親分に口返答した、なんたら俺は罰当たりと、かわいそうに石松め両岸からぼろっと言いてえところだが、片岸からポロリ、余計なことを言うなよおい。まあいいから引っ込んでろ、泣いてわびておりますんで、どうぞ一つ蚊にしてやっておくんだせ。かわいい子分と切りたがおねえがあんまり情を張りすぎる。それでは医師、おめえ飲まねえで行ってくるな。え、飲まねえで行ってまいりやす。だけど親分、あっしゃ一人で行くんでしょうね。ほぼおめえ一人で行くんだ。ありがてえありがてえ、一人なら行くんだよ。こっちには方便ってやつがあるんだから、一里踏み出しゃ旅の空ってやつもあら、清水は離れて一里先で、こう言ったっておめえさんにはわからねえなあ。おいバカだねこいつは、まあ、いや大政脇の下から汗が出た。その夜は休む明けの朝、早から起きる石松が、外頂図で身を清め、支度をなして表に出る。またぬ敷江が秀の山、
雨だれを鶴が三途の川よ、そよと吹く風無情の風、これが親分兄弟分の一世の別れになろうとは夢にも知らない始末が、清水港を後にする。途中何の話もなく着いたところが讃岐の国、こんぴら様へ刀を納めます、受け証もいただいて、もう讃岐におないとてへ、またも四国を後にして参りましたるところは、ここも名代の大阪の八軒家から船に乗る。伏見渡す渡し船三十石というからかなり大きな船でしょう。道の間のところを余計なお宝を出して一応ばかり買い切った石松さん、親分には内緒ですが、小さな酒樽に酒を詰め、大阪本町橋の押し寿司を傍らに置き、縁のかけた犬に酒をついで飲む、寿司を食べておりますうちに船の支度ができました。船は浮き物見ず流れ物、水に流されこの船が川の半ばに光ります。どこへ行きましても変わらないのが乗り合い衆の話、利口がバカになって大きな声でしゃべる、お国自慢や名物自慢、しまいにはこの豪傑の話が出てくる。武蔵坊弁慶とのみの宿根が相撲を取ったらどっちが強いだろうなんで、まあこの話に枝から枝、いつしか咲いた見事な花、変わりました親分衆の話となる。商売は道によって賢しとやら、石松さんも自分の都政の話が出ましたから、もう親分次郎長の確か名前が出る自分と乱暴者の石松が聞いているとは知らない乗り合い衆は大きな声で、お前さんバカに博打打ちは詳しいですな、へへへ、あっしゃこのヤクザもんが好きでかしてね、どこの国に一番いい親分がいますね、それは何と言いましても関東でしょうな、え甲州上州武州下総信州なんて言ったら博打打ちの本場と言っていいくらい、しかしこの土地にはない、いい親分のいるのが伊勢、伊勢にはいいのがいますね、丹波屋の伝兵衛、稲城の文吉、豊のことに神戸伝左衛門、白信王、黒田屋の雄道、あの子徳次郎、伊勢小畑武蔵屋の周太郎、塩浜の吉五郎なんて大したもんですからね。それどこなんですね、この東海道はどうでしょうね、まあ、聞いてもらいたいのが東海道ですな、なんと言いましても博打打ちの数の多いところ、東海道にも大勢いますよ、三州寺熊之助、二条の実助、三助の大田友蔵、藤枝長楽寺の清兵衛、伊豆の大場の九八、藤郡宮島都市道、保井郡の雲風亀吉、五位の玉屋の元禄なんて言ったら大したもんだからね。ああ恐ろしい詳しいねお前さんは。それどころ街道一の親分邸と誰でしょうね。それが今ありませんね。え？あのね、東海道には親分の数は多いんですが、同じぐらいに肩を並べていて、ぐーんとこの図抜けたのはありませんが、5年経つ程度ここに街道一の親分ができますよ。へえ、5年経ったら街道一の親分、そりゃあ一体誰ですね。この船が伏見に着く少し下へ下る草津の追い分けに三受山の鎌太郎、年は28だが筆が立ってそろばんが高い、ヤクザに強いが肩気に弱い真の強格、この三受山の鎌太郎が5年経ったら街道一の親分でがしょうの。へえ、どこへ行ってもなんだね、三受山の鎌太郎ってさ評判がいいね、帰りがけ通らにゃならねえ草津の追い分けだ、
西区一般でお世話になって、はかりじゃねえけれど向こうの貫禄をちょいと測ってみようかい。あ、独り言を言いながら飲んでいる石松の傍らでいい気持ちで寝ていた男がガバッと起き上がる程度、うるせえな、まあガガガガ隣り合って寝らんでやいっしょ、おめえ話し相手になってやろうかなと思っていたら、弁慶とのみのすくねが相撲を取ったってやる、まあ、あんまりバカバカしいから黙ってたんで、おー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 、ありがてえな、ヤクザもんの話になったな、江戸っ子で神田の生まれでふざけやがって、おお、その荷物のとこよっかかってる人、おめえさん今なんとか言ったね、慶道一の親分は今はありませんが5年経ったらできます、三受山の鎌太郎だって、笑わせやら、うん、来年の話をすると鬼が笑うってんだよ、5年先の話したら鬼がなんて言って笑うんだよ、今笑いように困ってるよ鬼が、だからさ今の話をしてくれてんだ、慶道一の親分は今立派にあるじゃねえか。さあそれを知らなかったが、海道一の親分てえと一体誰でございましょう。駿河の国は安倍郷里清水港宇戸町に住む本名山本長五郎、通称清水の次郎長、これが慶道一の親分よ。酒飲みながらこの話聞いていました、石松の今の話が出た時は思わず知らずもったい湯飲みをバッタと落とす、腰が叩いてにっこり笑って待てばカイロの潮りあり。いやーありがてえやつが出てきやがったよ、もう親分の名前が知れやしねえかと思ってさっきからここで待ってたんだけどな、あの野郎バカに気に入っちゃったら一杯飲ましてやろうかな。おお江戸っ子江戸っ子、今喋ってんの若えの、おお寝起きのいいの、いろんなこと言ってやる、もう俺がお前さんだよ、こっち行きねえこっち、遠慮することはねえやな、余計なお宝出して買い切った場所大きく言や俺の城下だ、そこに座んねえ、ありがとう江戸っ子だってな、神田の森だ、いいねお前、今日大高の人の言葉はね、あんまりおとなしいんでこっちとら喋ってっと気が悪くなっちゃう、そこ行くてえと江戸っ子だよねえ、長い話が短くわかる、これを唱えてざっくばらんてんだまあ飲みねえ飲みねえ、え飲みねえ、飲めるんだろうそうだろう、鼻が開けやん、よせやお前、縁起の悪いこと言うねん、まあまあ怒んなってことよ、寿司を食いねえ寿司を、ありがとう、今ヤクザモンの話したっけね、最低やす慶道一の親分は何とか言ったね、清水の次郎長で、ああ次郎長次郎長次郎長ってえな、おいそんなに偉いか、何次郎長ってえな、そんな偉い立てんだよ、おう酒ごっそになったり寿司ごっそになりして文句言いたくねえが、言いたくなるじゃねえ、次郎長てえな、そんな偉い蚊とはなんだよ、蚊だのだろうって言葉は人を疑う言葉だよ、関東八カ国関外六カ国十四カ国博打うちの数ある中に次郎長ぐらい偉いのが二人とあってたまるべ、もう飲みねえ飲みねえよ寿司を食いねえ寿司をもっとこっち呼んねえ、江戸っ子だってろ神田の丸よ、そうだってな、おいそんなに何かいおい次郎長てえな偉いかい、しかしお前さんの前だけど次郎長ばかりが偉いんじゃないよ、あらまだその他に偉いのがいたぞ、物事出世をするのには
話し相手番頭役が肝心さ。秀吉公に武中半兵衛という人あり、徳川家康公に南高坊天海あり、ぐっと下がるが旧の人、みかんで売り出すあの紀の国屋の文左衛門も仙台の浪人で、林長五郎という人が番頭さんになったから、文左衛門がああ出世をしたよ。ミロ町とてもその通り、話し相手が偉い お前さんの前だけど、次郎長にはいい話相手がいるからね。誰だいその次郎長の話し相手ってえのは。古文ですよ。古文、次郎長にゃいい古文がいるぜ。もう飲みねえ飲みねえよ。寿司を食いねえ寿司を、もっとこっち呼んで神田の丸れよ。そんなこと聞いてやしねえじゃねえかよ。よせよ、おいさっきから神田神田つってやろう。こうなったらよ、お前さんの生まれなんかどうだっていいよ。ねえ、ねえ、お前さんね、古文詳しいね。もっと詳しいんじゃねえか。ああ、次郎長じゃ千人近く古文の案中に大勝ち元を務める人が28人、これを捉えて28人衆、この28人衆の中に次郎長ぐらい偉いのがまだ5、6人いるからね。もう飲みねえ飲みねえよ。寿司を食いねえ寿司を。ねえ、こうなったらもうお前さんの丸なんかどうだっていいよ。あんまり詳しいようだから聞いちゃうんだけどさ、次郎長の古文の中でだよ、兄弟の貫禄は問わねえけどよ、一番強いの誰だか知ってるかい。俺は知ってるぞ。誰よ。次郎長の古文で一番強いのは、次郎長の古文で一番強いのは、おお、終わりのお先手槍組の小頭、槍を取ったら山本流の使い手、本名を山本政五郎、武家を嫌って役立となって次郎長の古文、体が大きいから人呼んで大政、これが一番だな。ああ、やっぱりあいつにはかなわねえかな。あの野郎槍を使いやがるからね。俺も槍を習ってかよかったよ本当に。まあ、とこの2番は遠州浜松の魚組のせがれだ。おとっさんに死なれ、おっかさんに煩われて食うことができない。仕方がないからしじみ打って親孝行、おかみから三度褒美をもらったが、13の暮れにおっかさんにも死に別れ、なんとかやけだってんで次郎長の子分になったが、体が小せえから人もバカにする。こういう鍵をバカにされちゃ男になれねえ。今日から剣術を習ろう。
並大抵の剣術じゃダメだ。居合抜きを習った三色粒でしりりと辛い。大きな喧嘩は大政だが、小さい喧嘩は小政に限るって、小政が2番だな。手が早いからな、あの野郎は。この3番は大手村村役人のせがれ大手半五郎だね。利口だからなあいつは。とこの4番は遠州秋葉三尺坊の島取りでお父っつぁんの仇討ちをした増川の千円もんだね。5番だねこれ。だん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 下がってきやがって。まあしかしなんだ、5番には俺より他にはねえだろう。この5番は法院の大五郎、6番は追い分けの三五郎、7番は終わりの大野の鶴吉、8番は終わりの桶屋の吉五郎、9番は御代の松五郎、10番は富山の大沼。あら出てこないよこれは。この野郎俺を知らねえな。嫌な野郎に会っちゃったよ。まあ、ずいぶん寿司を食やがったよ。11番は賭博場、12番は豚松、13番は伊達の五郎、14番は石屋の十吉、15番はお相撲津田、16番はなめぐり初五郎、17番はうるせえな。下足の札もらってんじゃねえよ。よせや、17番18番つってやら、いくら次郎長の子分が強いったってね、人様の前で自慢すんな、そんなもんだよ。あとのやつらはもう一山いくらのガリガリ猛者ばっかりだい。とうとう一山に仕上がったなこの野郎。おお、面白くねえぞこの野郎。さっきからてめえ黙ってみたら誰のもの食ってやんで、酒だって寿司だってみんな俺が買ったんじゃねえか。たとえ飲めよ食えよったって、人ってものは遠慮しろい。何もう食いません、あらかた食っちゃったじゃねえかよ。何もさ、酒飲んだから寿司を食ったからって文句言いたくねえが、言いたくなるじゃねえか。おめえ詳しいようだけどあんまり詳しくないね。おい、次郎長の古文の中でだよ、肝心なのを一人忘れてやしませんかてんだよ。この船が伏見に着くまででいいから、胸手当ててよく考えてくれ。おい、泣いたってしょうがねえやな。お前さん、いくら次郎長の古文が強いったってもその他に強いといえば、おお一人あった、それ見ろ、彼は強いや。おお、奇妙院の常五郎。嫌な野郎だねこの野郎は。まあ、そんなもの考えろって誰がそう言ったよ。思わせぶりをすんなよ本当に。まあ清水一家で特別強い、離れて強いのが一人いるわけだ。お前さんね、気をつけて考えてくれ。もう何事も心配しねえで。心配なんかしてやしねえやな。お前さん、誰に言わしたって次郎長の子分で一番強いといえばだよ、大政に小政、大手半五郎、遠州森の院。大政に小政、大手半五郎、遠州森の院。いやー客人すまねえ、いの一番に言わなきゃならねえ、清水一家で一番強いの一人忘れていたよ。あら面白くなってきやがったなこのどん。おう出とくと、ここにある酒ね、ほらお前さん今飲めってんじゃないよ、ほらお預けだよ。あとの出ようによってみんな飲ましちゃうんだから。たたたた、誰よその一番強いのは。これは強いや、清水一家で特別強い、遠州森のまれだ。おあがんなさいよ、おあがんなさいよ。もっとこっち呼んねえ。おい、俺なんとなくお前さん好きでしょうがねえんだよ。さっきお前さんの顔をちらっと見たときに、ああ
この人はいい人だなと思ったよ。今日は牛の日だよ。あ、この船が伏見に着いたらお山お参りして京都見物が済んだらあんたの体二晩借りたよ。祇園の町でって、おい、京都で二晩おもるで、おい、誰よその一番強いのは。こりゃ強いや、清水一家で特別強い、大政だって小政だってかなわねえ、遠州森町の踏まれだ。うん、お前さんの前だけどね、しらりの目の。さあ大変だよ。どうもこの話はしたくなかったんだ。うまく忘れてたんだから、考えろ考えろってや。どうもすいません。どうかしたから。どうかしたじゃねえよ、話が合っちゃったよ。何が合っちゃったんだよ。それがね、おめえさんと同じだよ。え？おめえさんと同じだよ。何が同じで。それがね、片っぽよくねえんだよ。何が片っぽよくねえんだよ。それがね、目が片っぽよくねえんだよ。おお、そりゃおめえ懐かしいじゃねえか。どっちの目がよくねえんだい。え、どっちの目がよくねえんだよ。あの人はね、ああ、あの人はこう向いてこう向いてこっち同じだよ。意地の悪いもんだね、やっぱりこっちなんだが、森の石はつってんだが、これが一番強えやい。おお、飲みねえ飲みねえ、おい、寿司を食いねえ寿司を、もっとこっち呼んねえ、江戸っ子だってろ、神田の生まれだ。そうだってな、おい、そんなに石松は強いかい。こら強いったってお前さん、神武この方博打ちの数あん中、強いと言ったら石松が日本一でしょうな。おい小づけ野郎が、おい、何持ってる。そう、そんなに石松は強い、強ったってあんな強いのはないよ。そうだけど、あいつは人間がバカだからね。面白くねえなこの野郎。まあ最後にして、森の石松はバカかい。おわバカだって、東海道を歩いてごらんなさい。第一清水港で子守歌に歌って言われてますよ。へえ、森の石松はバカだって子守歌。それお前さん知ってるかい。あっしはよく知ってます。じゃあちょいと聞かせてみてください。あ、ちょいとやって聞かせろよ。今やって聞かせましょう。の名物男、遠州森の石松は、シラフの時は良いけれど、お酒飲んだら虎を噛み、喧嘩早いがたまに傷、バカは死ななきゃ治らない。西松ってやつは本当にバカだからね。はあ、がっかりさせやがって。まあ、小づけやんなくてよかったよ、こりゃ。まあ笑いのうちにこの船が無事に伏見へ着きました。通りかかったところは草津追分け見受け山、ここの親分鎌太郎、どこへ行ってでも評判のいい人よ。はかりじゃねえがこの俺がどのくらい貫禄のある人か、ちょいと測ってみようかと、
独り言ばいながら川太郎宅へ一宿一般で泊まり込みまして、三日いてみて驚いた。なるほど、世間の人は嘘は言わねえ。五年経つか経たぬ間にこの下は立派な貸元になる人だ。これ以上世話になりませんから、鎌太郎の前へ行儀に座る石松が、当家貸元さんへ申し上げます、大変お世話になりましたが、明日の朝清水へ立ちたいと思いますんで、ご挨拶に上がりやした。おう、石さん、おめえ明日帰んのかい。ああ、そらまずかったな。明日な、あるところへお前さんはねえで、うーんと取り持ちをして土産でも持って帰ってもらおうと思っていたんだが、どうだい石さん、もう一晩だけ泊まってってくんねえか。え、どうしても清水港へ帰りて。言い出したら後へはしかねえ。あんたの口をよく知っているから悪止めはしません。しかしな石さん、忘れもしねえ七年後、尾張名古屋金の社長子があだ名となって、社長子の長兵衛、深見村に移って深見の長兵衛という貸元のうちへわらじを脱いだお前さんたち衆従が、その深見村長兵衛さんのうちで羽さんのお嬢さんが亡くなった。その時に長兵衛さんにえらく世話になったってな。石さん、下をつむいて黙っているが、世話になった覚えがねえのか。不幸な話をするようだが、親が死んでも涙一つこぼしたことのねえあっしが、深見村長兵衛貸元の話が出るてえと、思わず知らず泣きたくなるんでございます。バカは承知でなったヤクザ者、ちったはったで死んだのなら諦めもつきますが、あっしら主従のために代官竹垣三郎兵衛、本枝の九六の二割り牢内へつながれて水攻めにあった死んだかと思うと、あっしゃもう悔しくて悔しくてたまらねえ。偉い偉いな石さん、お前さんよく泣いたね。 お前さんって人はね、涙なんかねえ人だと思っていたが、ああ石さんよく泣いたね。泣いて褒められたのは運一とお前さんぐらいなもんだよ。しかしね石さん、お前さん、その吠えたの九六と代官を切って長兵衛さんの仇を討った、その刀を讃岐のこんぴら様へ納めてきた、その帰り道だ。何より証拠、丸に金の字のお札が、これが証拠だ。今度お前さんが清水港へ帰ると、姉さんの七回忌で清水で大法事があるそうだな。あっしゃ七年前は駆け出しで九回分に漏れていたんだ。香典の真似事ができなかった。お前さん清水港に帰るんだったら、あっしゃ香典の真似事がしてえか。石さん、香典持ってってくんねえか。それはお断りいたします。なぜなぜさあさあさあ、あなたからあっしが香典預かってまっすぐ清水港へ帰れりゃいいが、もし何かのようで清水港へ帰るのが遅れる、香典にはお返しがあるもん。いつまでたっても返しが来ねえ。あれは石松じゃなかった、語りだなんて思うようなお方じゃねえけれども、思われたんじゃあしがたまらねえ。あしはこれから清水港へ帰ります。親分に三受山の貸元にえらいお世話になりましたと、いや義理の家庭親分だ、子分の石松がえらくお世話になりまして、ありがとうを存じましたという礼状が来る。その礼状を見て
お、これはしまった。間違いなかったんだ。さあ、それから香典送ってもあっしゃ間違いがねえだろうと思うんですが、どうでございましょう。えらい、えらいね。これは驚いたね。清水一家の森の石又、バカだバカだって聞いてたが、お前さんバカじゃなかったね。なんでありがてえよな、ありがたくねえような言葉だね。バカじゃないでしょう、うん、筋の通った立派なお言葉。しかしね、一さん、お前さんが3日前うちの玄関に入ってきて、お死刑なすっておくんなせえ、お死刑なすってありがとう存じます、手前小国と発しますわと、まだ名乗りを上げねえうちに、あっしは奥からお前さんの姿を見て、お、清水一家の森の石松ってことは分かったで。あ、え、あっしの顔を見ただけで森の石松ってことは分かりやしたか。うん、分かったとも。それはどうしてです。世間の人が言っていら、清水一家の森の石松は何より証拠め。まずかったな、これどうも。おめえ何より証拠め。どうかしやしたか、かしごと。まずいね、これどうも。そのほら、めったにね、面白い人だと聞いていら。なるほど、かしごと、あっしの顔を見て気の毒になって、めったにねえと、あかしごと、うまく逃げたね。いやー、石さん、それは知ってたのか、決まりが悪かった。ああ、世の中は面白い。面白がねえやねんな。この石さん、黙って香典持ってっておくれ。お、立ち上がった鎌太郎が、そのまま入る奥の今、あと見送った石松が、口にゃ出さねえど心のうちに思うよ。何が言ってやんで、バカってもなしょうがねえもんだ。俺が親分だ、樫本だろ、下手に出りゃいい気になれやがって、慶道一の親分に香典持ってってくれってやったよ。へえ、ほら、あたりの博打口が街道石の親分にまともに付き合いができてたまるもんけ。お嬢さんの香典として10両、石松さんの小遣いとして3両、13両持ってきやがったら、へえ、これが香典ですか、まあ大した香典ですねって、そっくりけって笑ってやるから。しかしなんだな、鎌太郎ってした利口もんだよ。香典として25両、石松さんの小遣いとして5両、30両持ってくりゃこれは当たり前なんだが、まあ13両だろうな。愛のからかみさらりと会えた。再び出てくる三受け山、右の手に三宝を持っていた。その上に房がかかっております。その三宝を石松の前にドカッと置いて、一さん、え、またしてすまなかったな。え、どういたしまして。お前さんも清水の28人衆の一人だ。あっしが言うことに嘘偽りは言わねえだろうな。嘘はつかねえだろうな。あっしは正直もんで取ってるんで、嘘なんだつきません。じゃあ尋ねるがな、一さん、しばらく待ってくださいよと、俺がスーッと立って隣に今へ入った。お前さん、じーっと俺の後ろ姿を見送って、あー、バカなやつはしょうがねえもんだな。俺が親分だ、樫本だと下から出れやつけやがって、慶道石の親分に香典持ってってくれってや。ほら、あたりの博打口、街道石の親分に付き合いができてたまるもんか。ああ、バカなやつだなと、お前さん思いやしなかったかい。ほら、
吐くてみやんねこの野郎。思いません、そんなことが。いや思うのが当たり前、思わなきゃあんたバカだ、うん、しかしあんたが思っているほどあっしゃバカじゃなかったよ。街道一の親分、とてもまともの付き合いはできません。初めから香典持ってってくれた言わなかったな。え、香典の真似事がしてえと言ったな、うん、ああ真似事って言ったよ。13両持ってきやがったな、からどうも。確か真似事と言いました。さいくら真似事とは言いながら、街道一の親分に出す義理、これが精一杯、目開いちゃ出せねえ、つぶって出した一切よ、さあ受け取ってくださいよと、かぶせた服さあパッと取る。何の気なしに石松が見れば、お仏殿御香料金100両、三池山の鎌太郎、他に道中石松さんの小遣いへ30両と出された時に始末め、お左の潰れたこの眼がパッと一度に開いたかなと思うばかりの驚きなり。その金をいただきます、その世は世話になる、あくる明日になりましたら三池山に別れを告げ、二つ追い分け後にする、参りましたる東海道中の町というところで、都鳥三兄弟にぴったりと会いましたが、この百両が因果な金、かわいそうにや石松の命がなくなります。名題なりける閻魔堂の石松最後に移りますが、ちょうど時間となりましたで、これにおいとまいただきます。とんだお粗末失礼でした。まずはこれにて、お堂